はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、ウイニングポスト9/2021の発表来ましたね。あ、これ画面はね、7/2013なんですが、ウイニングポスト9/2021予約開始ということで、公式のツイッターに上がってます。で、発売日が3月18予定と。いや、楽しみっすね。今年、まあ、今年っていうか、まあ、これも来年になってるんですが、競馬が熱い。熱すぎる。いや、最高っすね。で、ウイニングポスト9。で、2021。2020は、300くらいですかね。動画上げました。で、21も、まあ、かなりのね、本数上げるつもりです。で、まあ、発売日も、すぐね、買ってあげようかなと。もうこの時点でもう持ってるので、もうやります、これは。まあその時になんか別のタイトルとかやってても、ウイニングポストやります。で、あとね、公式のまあツイッター、まあリツイートのところに出てるんですが、開始年数選ぶことができると。で、5つ選ぶことができて、1984年、そして91年、あとは98年、と2005と、2022。いや、84年が復活。まあ、ウイニングポスト9はね、84年なかったので、まあ、東海帝王のとこから始まったじゃないですか。で、今回このウイニングポスト7の2013をね、まあ、ちょっとやろうかなと思ってるんですが、それはね、84年があるんですよ。ちょっとそこをやりたいなと、久しぶりに。いう、まあ、そんな感じです。8もね、実況してるんですが、2008じゃない。ウイニングポスト8の2018。それもあります、この84年。ちょっとやってきます。いやー、ウイニングポスト嬉しいっすね。あ、で、この7の2013なんですが、俺ね、ほぼやったことないです。もう初見です。7の2008とかは結構やってるんですが、これプレステ3なんですよ。プレステ3でやってます。まあいろいろイベントが追加になったりとか、声も追加になったでしたっけ？実況のね。これ Wii のね、2008一番やってたんですよ。7の2008を。まあその時は声とかないですからね。あ、一緒ね。はい。Wii はね、この二人しかいないですね。あ、4人か。二人増えてると。あ、ここか。じゃあ、キサラギさんでしょ。新しく増えたとこ選べっちゅうの。いや、俺はこの子好きなんですよ。まあ、これは一緒ですね。はい、ノーマルタイプでいきます。初期資金とかも一緒っすね。はい、いきます。ハードがあって、さらに、エキスパートがあるか。まあ、一番上でちょっとやってみたいなと思います。まあ、これはモード A がいいですね。はい。モード A がいいです、これは。使用しないです。スペシャルシューボーバーね、使おうかなと思います。これね、OK。とりあえず、誰連れてくったら誰出しますかね。まあ、テンポイントですね。とりあえずはテンポイント出して、伊達天竜あたりもちょっと出して、まあ、あとは下からでいきますか。10頭までやろう。OK。はい、これでいいね。新規作成。
いや、シナリオからも選びますか。どうしようかな。はい。まあ、一応こんな感じで。どうしますかね。今が、まあ、84年からスタートなので、登場遅いとね、そこまでいかないっすからね。どうすかな、これ。男海老名でいきます。そうしようか。はい。はい、引き継ぎはないっす。はい、なんで、まあ、引き継ぎなし。1982年。この辺はね、まあ、そうっすね、とりあえず、まあ、K で、まあ、いつも通りっすね。もうここは、キングで、ちょっとサクッと決めて、どんどん進めていきましょう。読みも入れろって。振りかな。はい。まあ、K キングで。よし、OK。誕生日は、あね、俺のね、予定日が9月23だったらしいんですよ。ちょっとこれにしときます。関西で行きます。はい、OK。テイスト OK。キング3で OK。セールで買いましょうと。ウイニングポストの中でね、このセブンを一番俺やったんですよ。まあ、9も結構やってるんですけどね、9。まあ、実況でね。ウイニングポスト9の2020はさ、2周してますしね。手術期間。さあ、どうなんすかね。一緒かな。ああ、ラッキーオカミいますね。まあ、一緒かな。まあ、ラッキーオカメでいこうかな。シンプルに。はい、いこうかなと思います。一応コメント聞いとく。史実で G3 取ってましたよね。一発購入はせずに、まあ2500くらいで決まるんじゃないですか。あ、まだ上がる？まあここで決まりそうじゃない？まだ来る？3億しかないですからね。結構高くなりましたね。はい、まあ稼いでもらおう。まあこの2013、ウイニングポストの2013のエキスパートがまあどれくらいかちょっとわかんないですけどね。
ラッキョウ仮面でどれくらい稼げるか。CB はどこだ？ CB が来たぞっていう、まあ、イベント、ムービーっていうかね、あれはちょっと飛ばしちゃいました。よし、OK。まあ、とりあえず今ね、やれること少ないので、まあ、どんどん飛ばしていくしかないですね。まずはちょっと環境設定やって、あ、コマンド説明はいいわ。まあ、今1984年、まあ、ここをちょっと振り返るって感じでやっていきたいので、レース結果見ないにします。見ないで、まあ、この辺はいいかな。チュートリアル、まあ、一応、まあ、見ないでもいいか。まあ、一応見とく。はい。じゃあ、これで。まあ、また後で、変えるかもしれないです。さあ、ネクスト。今が1984年入ったところ。さあ、どれもらえます？アンドレアもいますね。あー、あとシラギクとかもいますね。あー、これ増えてますよね。めっちゃ増えてない？まあそうですね、とりあえずホリスキーか。セレクト。あ、セレクトはこんな感じか。マンドレアモンで稼ぐみたいなね。まあ2008までだともう王道っすけどね。こいつでお守りを集めて、まあ行きましょうか。はい、モードアンドレアモンにしました。あ、ダート走れる馬です。フェイトノーザンとかね、ああいう感じ。ねじゃあいつもキングやね。キング、まあこれはこのままですね。このはい、これはこのままです。もうこれもこのまま。8460万しかないですよね。これはちょっと稼がないと。ただアンドレアモンがすぐさ川崎出た気するんすけどね。おなじみフェブラリーステークスか。そうか、あ、まだそうでした。勝負服決めないといけないですね。いつもので行こうかなと思います。黒で上赤、はい、これでいこうかなと思います。この辺もねちょっと決めないといけないか。まあ白、まあちょっと適当にパパッと決めちゃいますね。まあこの辺はなしでいいですけどね。はい、 OK。
よし、こっからある程度動けるようになりましたかね。登録追加。まあ、川崎登録しときます。で、あとは、ちょっと機種変えたいですね。はい、機種変えます。機種はね、違う。この辺でちょっとサクッと絞るか。で、さらに、フェブラリーステークスもちょっと変えて、はい、変えときます。まあこれでいいですかね。では進めていきます。さあ取ってくれたらいいですけどね。お守り大事ですからね。どんだけ集めることができるか。最初じゃあネクスト。2番人気。一応コメント聞いとく。レース見ますか一回ね。ウイニングポスト7、2013、まあ、どんな感じか。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。シリウスナイル前に行きそうです。やっぱあれですね、もうプレステ3なので、まあ、かなり綺麗ですよね。ちょっと久しぶりにこれを撮る前にね、ウイニングポストウィーナッツもちょっとやってみたんですよ。全然違いますねグラフィックね。最初のホームストレッチにかかります。では前の方から見てみましょう。レジェンド朝日先手を取りました。その外からシリウス、アンドレアモンでがっつり今稼いで、ちょっと忘れたな、ベストななんかねやり方あるんですよ。まあ、オグリキャップのところで、まあ、金札を集めておいてみたいな。その期待に応えたいところ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはレジェンド朝日、総外戦アンドレアもね、まず同札集めるんしたっけ。でフェイトノーさん買って、シリウスナイル、すぐ後ろ内からはタレンティドエリカ、フレンチブルーム、そのうちに続いています。この辺りで各は第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ5番、レジェンド朝日、フレンチブルーム、G1 勝てばね、赤いお守りもらえるんですが。さあ伸びてきてるが届かんか、これ。うわー届かんな。そうか、OK。 まあ、とりあえずフェブラリーステークスいきましょう。まあここは特にまあすることはないですね。飛ばしてきます。まあオートで進めた方が早い。
はい、行きましょう。フェブラリーステークス。どうやろ。よし、とりあえずね、まあいい動き見せたと。ここ頑張ってほしいね。まあダイジェストでいきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってアスコット8、2マシンほどのリード。しかし来てるんじゃないですか、これ。2番手はアンドレ、これは来てると。悪くないよね。粘れよアンドレアも。粘れ、粘ってくれ。粘ってくれんのか、マジかよ。おいおいおい、粘ってくれんのか。そうか。いや、ここ取りたかったっすね。ここ落としたか。いや、アンドレアもでね、なんとか、同札稼ぎたかったんですけどね。いやー、取ってほしかったよね。とりあえず、まあ、次なんですが、追加。まあ、5月2週っすかね、次は。まあ、王道な感じで行こうかなと思います。同歩だね、稼ぎたいんですけどね。そうやね、まあ一応やっぱ交互じゃないですか。騎手ね、騎手ちょっと変えたいよね。疲れが溜まってる。まあ全然休んでいいですけどね。ちょっと変えときます。視線をちょっと変えたい。この後ね、登録すればもう最初から機種になってくれてるんですよ。ちょっとここだけ変えて、てかここいましたね。初見ですからね、操作ちょっと許してください。はい、まあこのままかな。ちょっと休み出しましょう。ね、まあ焦る必要ないですからね。はい、これぐらい出しておきます。ちょっとがっつり出して、でオートで進めよう。でオートでこの辺までもう行きましょう。まあこの84年からのまあ歴史を振り返るじゃないけどね。まあそんな感じでね、やっていくので。お、マックスビューティー2013、銀札ですかね。変わってなければ銀札。ただ早熟でちょっと使いづらいんですよね。よし、 OK ですね。行きましょう。
さあ、柏記念。2番人気か。いや、今回やれるやろ？さすがにやれるって、今回は。伸びてきてますよ。もう一伸び欲しい。アンドレアも粘れ。粘ってくれ。よし、大丈夫よね。OK。張った。これはでかい。ナイス。さすが。お、トロフィー獲得しました。よし。いいじゃないですか、これ。これは嬉しいね。まあ、このエキスパートがどれくらい難しいか。あ、で、お守り。あの、赤のとこですね。右上。よし、とりあえず勝ったか。まあ、この調子でね、次も勝ってほしいですよね。で、これで、お守りか。まあ、こんな感じで。取引するのにこのお守りが必要です。桜スターを欲しかったら、金のお守りが必要。だ、一周目だと手に入んないですね。はい、マックスビューティー、あ、銀ですね。で、俺が欲しいのは、あ、スローダイナもね、結構いいっす。長距離狙えば。うまくいけば、金札も狙えますね。フェイトノーザーズ、こいつっす、欲しいの。これがね、欲しいんですよ。まあ、やっぱ一周目はね、効率よく、まあ、こいつ銅使って買って、まあ、これ金の殿堂余裕で狙えるんですが、こいつは。まあ、狙っていく。まあ、一個でも上の守りを回収していく。で、今赤持ってるので、赤のやつだったら買えます。まあ、お金持ってれば。あ、後世ね。まあ、この辺もいいっすね。はい、この辺も結構いいです。まあ、赤のお守りの中じゃなかなかいいんじゃないかなと思います。あ、マウントニゾンいいっすね。これもいいっす。これも使いやすいっす。これうまく成長すればね、結構 G1 取れるんですけどね。まあ、スローダイナと一緒で長いところを走らせるって感じですかね。はい。まあ、いいか。進めよう。オートでいきます。まあ、ちょっとサクサクっとね。まあ、今、頭数も。ラッキーオガメとアンドレアもしかいないですし。ラッキーオガメ負けとんじゃん。オッケー。さあ、ここ一番人気。一応見ますか。ここ取ってなんとか G1 に勝。ダイジェストでいきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってフレンチグルーム、フレンチグルーム、いやー厳しくない？いや、そんなこともない。こっからグッと上がってきて粘れんか。いやー、もう一伸び欲しかったですね。いやー、ここ勝ちたかったな。中央の馬が強かった。勝ったのはオートブレード。難易度ノーマルとかだったらね、もう無双なんすけどね。まあ、先行指示にちょっと変えとく、とりあえず。はい、OK。ということで、今回はここで終わりたいなと思います。アンドレアモンのローテーション、ラッキョウカメはまあそのままお任せっていう感じで、アンドレアモンのローテーションは決めておきます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。